口の中から。幻想的なのお芝居なんです。ですから少しだけ前知識を奥さんにお願いをしました。では徳之島で演じるの初めてですね。ああ真っ白で真っ黒で、すいません。じゃあどうぞお願いします。初めまして、こんばんは。丸野さんがすごく温めてくれた後にちょっと喋りづらいですけど、こんなに来てもらえるとは思ってなかったです。すごく台風のなんかこう予報もあったりしてすごく心配したんですけども、ご来場いただきありがとうございます。みんなここに今控えてるんですけど、稽古しながら、こんな大きな場所でやらせてもらうことをすごく光栄に思います。ありがとうございます。今マロンさんからも、紹介あったように、僕らは野生の忍びと、という劇団です。約5年前にこの劇団を旗揚げしたんですけれども、どうせだったらこの島のより深い部分を表現したいと思いました。でこのより深い部分というものは普段生活していながら表面化はしないけれども、ずっと心の中にはあったりするような、歴史だったり大事な部分、そういったものを僕らは野生と呼んで、それを、今から演じたいと思います。舞台は、波打ち際の家族の物語です。波打ち際で祭りが行われ、その祭りの後少年が家族と話すんですけれども、やがて夢を見ます。その夢が約30分間こちらで、演じられるんですけれども、夢の中では古代神話から現代まで、いろんな音楽だったりダンスをしながら、その場面が順々に展開していきます。世論って神様というと徳之島も同じかもしれないんですけれども、ご先祖様のことを言います。でご先祖様というのはもちろん人もそうなんですけれども、もっともっとこう深く遡ってみると人以外に葉っぱだったりヤドカリだったり蝶々だったり、今僕らが住んで生きている周りの動植物を、自分たちの先祖が、その蝶々から僕らは、化身してここにいるんだという考え方が、世論にも徳之島にもあると聞いています。その蝶々がある争いにより恋している男から別れ、深い悲しみのもとにさなぎになり、やがて孵化して蝶になります。見ながら、ちょっと分かりづらいなという部分もあるかもしれないんですけれども、宮沢賢治の言葉を借りると、おそらく見ていて分からないなという部分はもしかしたら僕らにとっても分からないかもしれないです。でもそういったことがあればいいなというようなものを紡いで形にしてみました。終わって、この小さな物語が、ここの徳之島の、見ていただいた皆さんの日常に少し、落ちて豊かになるきっかけになれれば嬉しいです。精一杯演じます波打ち際の島人たちです。どうぞごゆっくりご覧ください。
食べたことある？好き？あるよ。あるの？どんな味？ムーンケーキか。甘いの？いや、海みたいな。ちょっとしょっぱい。海？はあ、なるほどね。でもなんかさ、海も月もゆらゆらして食べにくそう。だからさ、そのために夜とか船とかあるんじゃないか。なるほど、なるほどですね。ねえばあちゃん、ばあちゃんの手ってさ、ザラザラしてるでしょ。ばあちゃんってさ、葉っぱなの。わ、もしそうだったらどうね。え、嬉しい。あし、それはばあちゃんも嬉しいわ。昔はツルツルだったけど、今は葉っぱさ。ばあちゃんが葉っぱってことは、俺ヘビがいい。ばあちゃんのとこ、俺家にして。
揺れているだけなんだ。なにちゃん、なんだかもう俺眠くなってきちゃったよ。おっ、そっかそっか、そうだな、寝よっか。なにちゃん、お母さんはなんだったの。そうだな、じゃあお前が眠るまでこの島の始まりの夜の話をしてやるよ。うわっ、いいからいいから、ほら寝とっけ。とっておきの話だからな。とっておき。うん、兄ちゃんと姉ちゃん二人の神様は船を漕いで海に出ていたんだ。ちゃんって兄ちゃんの子。そうだよ。姉ちゃんって姉ちゃんの子。そう。え、神様。ああ、え、兄ちゃん神様、姉ちゃん神様。ああ、そしたら自分も神様。え、そうなの。まあそういうことにしとこうか。神様、神様、神様、神様か。
島の始まりを母親に告げに行った。するとなんと母親の体の中には自分が映っていた。母親と私、
踊ったらいけなかったの？あのな、だから言っただろう。黒い線がどこからともなくやってくるんだ。俺、やっぱり怖いよ。ねえ、どうしたらいいの？耳を澄ましてご覧なさい。月の背なきは蝶になってやがて花を咲かせる。そしたら今日と何も変わらない。静かな波の音がきっと聞こえてくるはず。楽しまえ飛
ちゃん、今度は迷子にならないように僕に捕まっとくんだよ。何言ってんのあんた、もう大丈夫よ。ねえ、ほら見て、月が揺れてる。誠に、誠に、これは誰？